その後落書きというふうなモードに入りますので、付属のタッチペンを、ご利用いただいて落書き開始を押していただくと、実際にペンを使っていろいろな装飾を入れる画面に移りますので、こちらからちょっと今ペンをお持ちしていないので指でやっちゃいますけれども、例えばスタンプならスタンプのこのタグを押していただいて、好きなコンテンツっていうのを押していただいて、例えばココルルさんのこのモチーフのキャラクター、こちらを選択していただくと、このようにして好きなところに入れたりだとかということが可能になっています。で、スタンプ以外にもペンで好きな文字を書いたりだとか、リクラ風に遊ぶことができますので、で一通り落書きをし終えますと、こちらの完成というボタンを押していただいて、本体に保存します。